APOD。2014年11月24日。タイタンを飛ぶ？タイタンの空を飛ぶというのは、どんな風に見えるのでしょうか？そんな空の旅のシミュレーションが、今土星を周回している NASA のカッシーニ探査機撮影の、レーダー画像から、デジタルでまとめ上げられました。カッシーニは、2004年に土星に到着して以来、その輪を持つ惑星の、最も分厚い雲に覆われた衛星に、何度も接近を行っています。今日取り上げたバーチャルの空の旅には、黒く配色された膨大な数の湖と、褐色の起伏に富んだ大地が映っています。表面の、平坦に見える部分は、標高の情報が揃っていない場所で、一方、揃っている場所は、高度がデジタルで強調されています。その平らな場所に囲まれている湖は、クラーケン海です。この湖は、タイタン最大で、幅が 1000km 以上もあります。タイタンの湖は、地球のものとは異なっており、地球の液化天然ガスとよく似た炭化水素をたたえています。このタイタンの湖が、どのように形成され、なぜ長く残っているのかというのは、よくわかっておらず、今も盛んに研究が行われています。明日の APOD は、創造来訪、です。